うん、よく当てたね。先生相手にすごいよカカシ。たった一撃でしょ、褒められるようなことでもないよ。俺だって。ナイスタイミングってとこ。あ、クシナさん、わーい。みんな頑張ってる？ああ、ちょうど休憩に入ろうとしてたとこだよ。よかった。はい、お昼ご注文のクシナスペシャルね。やった、私クシナさんのご飯大好き。やつ、リンは本当にいい子。はあ、せっかくお弁当を持ってきてあげたクシナ様に対して随分な態度を取るじゃないの。ふーん、俺は別に頼んでねえよ、腹も減ってねえし。はあ、強がるのもいいけど、とりあえずご飯食べなさい。腹が減っては戦ができぬでしょ。いらねえよ、俺は施しを受けねえ。飯がなくても戦える。へえ、男らしいとでも言うと思ったか。うわ、口答えしないで食べる。忍びは体が資本、そういうところがガキなんだってばね。出たよ、出た出た、また始まった。食べてよか、二人とも。この暴力女。ああ、誰が暴力女だ。カカシもやるようになったわね。うん、あの年であそこまでできれば上出来だよ。リンも成長してるし、いいチームになってきたじゃない。オビトもいるしね。あいつは生意気盛りの半人前でしょ。いっつも余裕ないし、手裏剣もおろそか。イン組だって、まったく。君の言う通り、確かにオビトには足りないものがいくつもあるけど、あの明るい性格は本当に貴重だよ。オビトの存在が周りのつながりを深くしてくれてる、それは間違いない。って、そんなことわかってるか。お気に入りだしね、君の。さて、どうかしら。はい、これ。ありがとう。ところで、次の任務地は決まりそうなの？うん、近日中に本決定されると思うけど、おそらくカンナビ教だろうね。カンナビ教。戦争、早く終わるといいね。準備はいいね。はい。それじゃあ、クシナ。うん。みんな、しっかりね。頑張ってくるのよ。あと、オビト。あ？あんたはおっちょこちょいで、慌てんぼうでドジで、バカで間抜けなんだから。人一倍注意すること。もし怪我して帰ってきたら、げんこつじゃ済まないからね。いいわね。俺を誰だと思ってやがる。俺はほかげになる男、内波オビト様だぞ。何の心配もいらねえよ。絶対に任務を成功させて、そんで怪我なくみんな一緒に帰ってくる約束だ。うん、約束だってばね。そういえばずっと聞きそびれてたけど、ん、なぜ君は彼をそこまで気に入ってるんだい？あの子には夢を乗せてるから。夢？いつか私たちに子供ができたら、あの子のように明るくまっすぐに歩いていける、そんな子に育ってほしいと思う。決して頭が良くなくていい。
生意気でもいいけど、仲間を大事にして根性があって決して意志を曲げない、そんな強い子になってほしいって。この世界は終わらせねえ。終わらせる。